こんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、皆さん、今週のジャンプワンピース読みましたか？いや、救済明けも最高！もうワンピースが読める週イコール最高！というわけで、今週も最新話の感想を取っていきたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録お願いします。毎週ワンピースの考察感想上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そしたらまず最初にですね、初見のリアクション撮りましたのでそちらご覧ください。はい、ここから最新話1077話のネタバレがありますので、アニメ箱3日の方々、まだ読んでない方々お気をつけください。本編の感想はこちらの秒数からです。それでは初見リアクションです、どうぞ。はい、リアクションです。9歳やけいきましょう。1077話、早く気づくべきだ。どういうこと？え、なんかあれかな、今の事件の話か。はい、扉へ。考えてみれば邪魔だったのはベイガーパー。あ、なんか、え、なんか息投合してない？シーザーとジャッジ。なにこれ。さあ、救済明けですよ。やばいっすよ。はい、行きましょう。はい、戦闘丸さんね。全員この島を出ろ。昔、大原って都市がある日突然世界地図から消えた。大原のことどこまで知ってんだろうね。戦闘丸その辺も全部分かった上でこう動いてんのかな。あ、豆知識、大原の事件。はい、大原がね、滅んじゃったよってことでね。はいはい。世界一の頭脳を持つパンクの親父が命を狙われるってことは、あらゆる損失を熟慮しても消すべきと判断されたんだろう。うんうん。だとしあの時以上の事件がこれからここで起こるのかもしれない。確かに、だって軍艦100ぐらい向かってなかった。確か先向けろ。え、結構やばいのかな。キザラの作戦もこれのことかな。はいはい、司令室のほらぜーで、なんだこいつら。コンゴールが、おお、主眼ゴール。あ、すげえすげえ。まだ共闘してる、いいね。オラーとー乱客ノン一刀流イエイシシソソドシュ。これ切れてる、がっつり言ってるよ。はい、パン無垢、全然傷ついてない。はぁ、立ち上がりすぎだろうが。怒ってるルフィ。いい加減にしろ、カイドウか。そういや、俺がワノ国で戦ったキングに似てるんだよね。あ、ちゃんと気づいてるね。カイドウの海賊団にルナーリア族が。あ、ルナーリアやっぱ知ってんね。何族だか名前は知らねえが。あ、知ってんだ。そうかそうか、キングのこと知ってんね。実験体アルベル。セラフィムはまさに彼のルナーリア族の地で強化されている。なるほど。え、もうやっぱそういうことですね。ベガパンクの口からしっかりあったね。だったらあの背中の炎を注視しろ、お前ら。お、ゾロが注視してる？あの炎が消えてる時しか攻撃が取らねえ。燃えてる時はほぼ無敵だ。すまん、無駄な体力を使ってた。俺がもっと早く気づくべき。あ、かっこいい。いや、十分だ。これで体が言われる。待って、ゾロがめちゃめちゃかっこいいんだけど。キングの特徴は白髪、かしら。もっと早く気づくべきだったな。かっこいい言い方かと思ったら、気づくの遅いわって言われてる。どこ行くんだ、ヘルメット。ステラの居場所に一箇所心当たりが。あ、心当たりがあんの。あ、ガキーン、邪魔するな、だ。急いでんだ、俺たちは。はいはい。あ、別。あ、ナミさん、ナミさん。うん、おー、セクシー、セクシー。プリティセクシー。行くわよ、ゼウス。あ、もうガッツリ戦える？大丈夫？ブルック大丈夫？エジソン大丈夫？やばいや。可愛くない子供じゃない。言い聞かせてる。言い聞かせてる、一生懸命。お知らせ。あとは、オイラに任せろ。ライテリード、おー、行った。行きましたね。これはナミさんじゃなくて、ゼウスが行ったってことよね、だからね。これ聞くの？電気はどうなの？お、聞いてる？バリバリ？うー、ごめん、ジンベイ。ナミさん。ドボン。ドボン？また潜る前。あ、ドボンってことは潜ってんだ。あー、ブルック、やっぱ大丈夫ですね。首が取れるぐらい全然余裕です、ブルックさん。ナミさん逃げて、下から来ます。え？聞かなかったー。やっぱ聞いてないんだ、やっぱり。あ、来た来た来た。やばいね、やっぱ電気も聞かねえんだ。オーバード。あ、俺国憲法第一条、ナミさんを怖がらせた者死刑。俺国憲法第一条、ナミさんに悲鳴、あ、悲鳴あげた者死刑。オンドレアストライク30。顔。顔どうした？サンジ来てくれたね。よかったよかったよかった。ってことはサンジのとこは、あれ、サンジのとこは誰来たっけ。ジンベイとステューシーか。ナミさん怪我、今始末するからね。一応警告したぞ、クソガキ。ガキだろがジンベイだろが死刑執行だ。小ジンベイ。やば。オンドレアストライクってなんかもうオカマ憲法みたいな感じになってない？なんかボンちゃんみたいじゃん、オンドレアってね。はい、よくもようこ石に。あ、バブルガン、がっつりリリス戦ってね。ボム。あ、全然聞いてない。おい、全然聞か、どさ。え、え、なにこれ。このバブルは海のエネルギーで作られて、お、グリーンブラッター能力者にリスクごと給与される。なるほど。え、めっちゃいいじゃん、この銃。で、しかもグリーンブラッドにも能力者が適用されるんだ。ああ、なるほどなるほど。なるほど、すげえじゃん、すげえじゃん。リスバン。今のうちに、あ、フランキー、グエ。すぐ効力切れちゃうんだ。なるほどなるほど。フランキー、かわいそうに。触るな、無礼者って。もう、ハンコックそのまんまじゃない？なんかもう。ドーン切れてる。あ、フランキーいた。とんかく。あ、あ、いってる、いいぞ、いいぞ、いいぞ。賢いフランキー。さあ、使えるぞ。ワルは苦しい。ああ、やばい。わ、すまん。あ、夢。あ、やばいやばい。フランキーやばいじゃん。石化しちゃうよ。それはやべえ。死んじまう。バブルガン。ウィンクパチン。ええー。え、これやばくない？いやいや。だって直せなくない？これ。え、これセラフィムにしっかり命令し直さなきゃこれ治んないんじゃない？ウソップとか。え、急にピンチになってる。大丈夫これ。はい。地下、旧悪魔の実研究室。あ、あ、ここじゃない？ここ待って待って。誰だ？お前が犯人か。ここから出してくれ。あ、ここじゃん、ここじゃん。だって、あれ、あ、だって、捕らえられてたとこでしょ？シャカ。ステラ。ここにいたんですね。一体、あ、敬語なんだ、しかも。一体誰こんなこと無事やかと。おい、シャカ。誰と来た？え？カチャ？ドア！撃たれた。ガチャガチャガチャ、ベチャ。カツンカツン。誰？あ、誰？え、終わり？これで今週。誰ね？誰？
カチャって銃使えてる誰、あ、次ページない、誰、ねえ、誰なの、マジで誰なの、釈迦やられてんじゃん、じゃあもう釈迦じゃないじゃん、じゃあもう、もうわからん、誰、マジで、なんなん、ちょっと待って、冷静に考えよう、もう一回、おもろい、救済系おもろい、やば、はい、ぜひ今日も皆さんコメントお待ちしてます。バンバン残してってください。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。皆さんのコメントでいつも楽しませてもらってます。今日もお願いします。じゃあ行きましょう。さあ、1077話皆さんどうでした？いや、ちょっとラストマジ何？もうわかんない。もう何が起きてんの？エクエットやばいんだけどっていう感じの回でしたね。もう来週以降、そろそろ明らかになるかな、これね。そのあたりも話していきましょう。さあ、1077話、早く気づくべきだった。これ、このタイトルが本編とか扉絵とかで何個もね、当てはまる場面がありましたよね。まず扉へね、ジャッジとシーザーが喧嘩しているところで、考えてみれば邪魔だったのはベガーパンクと、お互い気づいてますね。いや、これ早く気づくべきだったってことでしょ。いや、今更あんたたちこれだって何十年前の話してんのこれっていうね。もうだってベガーパンクとは一緒にいないし、今なんだかここの二人が意気投合することによってで、今エッグヘッド編でね、ベガパンクがやばい状況ですから、なんかここは本編に繋がってくる可能性ありますかね。まあそもそもがね、もうマッツの過去とかが扉絵で描かれてたじゃないですか。なのでまあそもそもがね、もう今のエッグヘッド、ベガパンク、そこにね、絡んできてる内容だったりもするので、むしろ本編ではマッツのベガパンクが描かれる、扉絵ではマッツのシーザー、ジャッジが描かれているので、ここがこう本編で繋がるってことは十分考えられますよね。いや、ワンチャン来る？エッグヘッド来る？この二人。言うてもね、ジャッジのジェルマの船はね、どこでも行けますから、ワンチャンじゃないかな。言ってもホールケーキアイランドの近くにいますもんね、おそらくね。で、ホールケーキアイランドは新世界ですから、エッグエッドもねそんなに距離はないと思うんで、ちょっとどう絡んでくるか見ものですね。さあ、本編行きましょう。まず今週はですね、戦闘丸さんから始まりました。エッグヘッドファビリオン、お前たち全員この島を出ろ。なんだかこのエッグヘッド島内の島民たちに忠告してますね。昔大原って土地がある日突然世界地図から消えた、世界政府に逆らったからだと、大原の事件のことをね、この島民たちに話してるわけですよ。で、これ久々に来ましたね、この過去の事件で何があったかの豆知識ね。前にもあれですよね、レベリ編の時とかに、あのアラバスタで何があったとか、そのあたりのこととかがね、こういった感じで軽く説明がありましたよね。久々に今回入りました。いや、もうワンピースね、もうここまでね、読んできた方々はね、やっぱり印象的な事件でしたもんね。僕も直近でちょっと41回読み返したんで、これもうね、泣いちゃう。もうここの1ページだけでもう泣いちゃう。まあ、小原っていうのはね、もともとポーネグリフを研究してて、それが結局はね、世界政府としてはダメだよって言って、じゃあ消すよーっつって消されちゃったわけですよね。ざっくり言うとね、すごいざっくり言うと。もちろんその裏でね、めちゃめちゃ悲しい事件がいっぱいあったわけなんですけど、その時小原を消したのがバスターコールですよね。で、今回そのバスターコールの10倍規模の軍艦が今エッグヘッドに向かってきてるわけですよね。前回までに分かっていたこととして、エッグヘッドに向かう軍艦が100隻以上だっていう情報が出てたんですよ。で、バスターコールっていうのは10隻軍艦が来るわけなので、単純計算で10倍なんですよね。いや、10倍バスターコールでしょ。なんか10倍海洋圏みたいなノリで言ってますけど、いや、えぐいことだからね。それ島1個10隻で消せるんだから、10倍もいらない、100もいらないんですって。てか、これなんでなんのかですよね。なんでこんなに軍艦をエッグヘッドに集める必要があるかっていうことですよね。気になることとして、で、絡むこととして、やはりキザルのかねてからの作戦。キザルは五老星のサタン星と今向かってるわけじゃないですか。で、それプラス100隻で向かってんでしょ。なんで why どういうことなんだろうね。もちろんこの何、ベガバンクを消すためとはいえ、なんかあまりにも過剰じゃないかなっていう感じはするんですけど、どうなんですかね。やはりここにキザルのかねてからの作戦が濃厚に絡んでいきそうですよね。戦闘丸も言ってますもんね。まあ、ベガバンクを消すっていうことは、あらゆる損失を熟慮しても消すべきと判断されたんだろう。だとしたら、あの時以上の事件がこれからここで起きるのかもしれねえと。島一個消すじゃ済まないってこと？それ以上の何かが起きるっていう可能性があるってことだよね。でも確かに、エッグヘッドの技術って900年前の技術なわけじゃないですか。そうね、ベガパンクが言ってたわけで。じゃ、それを五老星とか世界政府がどこまで知ってるかですよね。仮にエッグヘッドを見た五老星が、いや、お前これもう900年前やんってなったら、確かに世界政府としては絶対消したいですもんね。だから、その未来都市っていう部分が、世界政府としてはどのくらい危惧しているのか、またまた全く知らないのか、なんとなく伝説として900年前すごい技術力があったんですよ、ぐらいの情報を五老星が知ってるのか。なので、五老星がエッグヘッドの技術力と900年前の技術力、そのあたりの結びつけがどこまでされているのか、それによってこのエッグヘッドで起こりそうな事件も内容がなんかより変わってくるのかなって思いましたね。五老星は一応2巻の能力に対しても我々にとっても伝説だって言ってたんですよね。で、2巻の能力っていうのは空白の100年に実在したジョイボーイの能力なわけですよね。先代の、それはもうほぼ確定ですもんね。で、そのジョイボーイっていうのがおそらくある王国出身っぽいじゃないですか、今のところ。というのも、そのジョイボーイがワン
ンピースを残してるわけですからね。で、そのワンピースを残したジョイボーイがある王国に所属していて、それを世界政府が滅ぼしたわけですからね、おそらく。ってなった時にニカっていうもの自体は伝説だと言っている。ってことはこの900年前の技術に関しても本人たちはそこまで知らなそうではありますよね。なんか伝説クラスなのかな、そのくらいでしか聞いてないのかなっていう印象はなんとなく受けますよね。ちょっと気になりますね。ちょっとでもここ僕抜けてる部分があるかもしれないんですけど、もしあればちょっとコメントお願いします。でからの麦わら CP0 バーサスセラフィムだ。マジここいいっすね。やっぱなんか敵と共闘するってなんでこんな熱いんだろうね。しかもやっぱルッチたちと共闘するのってやっぱ嬉しいっすね。完全な味方じゃないじゃないですか、やっぱり。でもなんか敵なんだけど共闘してるってやっぱ熱いな。なんなんだこいつらって言いながらね。コングオラガタタタタ、シュガンオーレン、タタタタタ、ウラーだ。南極ランカカカカカイトリウエイシッシッソンサンダーショ。いやー激アツですね、ここマジで。コングオルガンとシュガンオーレンなのもいいですよね。当時ルフィのねゴムゴムのこのガトリングとシガンオーレンでね、こうダダって戦ったりしたじゃないですか、ルフィと。だからこの二人は同じような技を今回繰り出してるわけですよね。コングオルガンとシュガンオーレンと、んでね、陰も踏んで二人やって、でカクとねゾロもね南極ランとシッソンソンですよね。だからね、完全に斬撃でねカクも戦ってるわけで熱いですね。で食らったかと思いきや一切食らってませんせラフィムさん。もうクマの方パンパンとか言って、もう埃はたくレベル。ミョーク型の方もね切れてないし、立ち上がりすぎだろうが、いい加減にしろカイドウか。いやもうカイドウかってツッコミが、もうそれカイドウと戦ったことある人しかできないんで、ルフィさんカイドウかって言えないんで、普通の海賊は四項の硬さ知らないとできないツッコミですよね、これ。頑丈ですね。なんだかルフィがさ、カイドウだとはしてますよね。あれだ、アトラスと会った時もカイドウぐらいでけえみたいに出ましたよね、確か。なんかカイドウを基準に置いてんだよね、ルフィさん。もう4校なんで倒したから。このあたりおもろいっすよね。で、ここでセラフィムのね特徴についてゾロたちが話してる中で、シャカも話してるわけですよね。ゾロがワノ国で戦ったキングに似てると言ってるわけで、それを受けてシャカさんこう言ってますね。カイドウの海賊団にルナーリア族が。なるほど、おそらくその男は昔ハンカザードからカイドウと共に脱走した実験隊アルベルだ。でセラフィムはまさに彼のルナーリア族の地で強化されてると。なのでここからやはり分かってくるのが、パンカーザードでキングを実験してたのはメガパンクってことですよね。うん、なんかやっぱそう考えるとちょっとな、あんまな。メガパンクもなんかその分かってたけどね、分かってたけどなんかちょっと受け入れづらい部分もありますよね。やっぱキングはキングでね、人体実験されてたわけですからね。まあそこメガパンクがね率先してやってたかどうかは別ですけどね。あくまでメガパンクはその後その血統因子だけを使ってセラフィムを作ってる可能性もありますけどね。うん、でからのゾロさんですね。めちゃめちゃかっこいいんですよ、ゾロさん。すまん、無駄な体力を使わせた。俺がもっと早く気づくべきだった。これ受けてルッチもいいですよね、ここね。いや十分だ、これで戦いようがある。キングの特徴は白髪褐色の肌、黒い翼、背中の炎。もっと早く気づくべきだったな。ツッコミ、そうツッコミ、3人でツッコんでます。各ルフィルッチでね。いやもう抑え抑え、ゾロさん抑え。もう我々はすぐ分かったから、我々はもう見たらすぐキングっぽいなって、ルナーリアの血を使ってセラフィム作られてるんだなってすぐ思ったよ、ゾロさん。すごいなんかかっこよくルッチたちにもなんかね、俺が悪かったみたいに言ってますけど、さすがに遅いですゾロさん。まあ、でも確かにそうですよね、我々からしたらそれはもう読者としては分かってましたけど、ルフィもルッチもカクも初めて戦いますもんね、セラフィムとね。強いて言えばルナーリアと初めて戦うわけですから、となるとやっぱルッチとかカクも CP0 レベルでもやっぱルナーリアの特性知らないってことですよね。そうなるとなんかやっぱりより希少でね、情報としてもそんなに世に出回ってない種族なんだなってのがちょっと感じましたね、ルナーリアに関して。でこれがまたタイトルの回収になりますよね。今回タイトル早く気づくべきだった、これが今回ゾロにかかってますよね。でそしたらシャカさんがちょっと別のとこ行きまして、場面も変わりましてナミさんサイド来ました。ナミブルックエジソン VS S シャークですね。 S シャークここに来てましたね。まあナミさんがちょっと前に悲鳴でねキャーって言って、でゾロがねそれに対して反応してたんで、それが描かれたって感じです。まずナミさんちょっとアングルがちょっとセクシーすぎますってこれ。エッグヘッド編はちょっとね、いつもワンピースはね、やっぱあの横乳だとか、あのね、こっちの方ですけれども、エッグヘッド編やたらとこのお尻の方ですよね。ちょっとこれセクシーすぎますね、ちょっと。で、ナミいいですね、この戦い方。もう子供だからね、手出せないってね、言ってたもんね。だけど必死に。自分を生きかせてる。ナミさん、そこまでしてやっぱ子供に手あげられないんだなっていうね。だからサンジが女を蹴れないように、ナミは子供に手あげれないと。いやーいいですね。なんかこのナミさんの、やっぱベルメールさんからの受け継いだ、この子供を思う気持ちというかね。あ、本当にもう、根っから子供に手あげられないんだっていう。自分がやっぱ子供の時にね、大事にしてもらったから。いいね。可愛くない、子供じゃない。で、仕方なく攻撃するには、やっぱゼウスの力を借りると。なるほどね。確かにゼウスだったらね、別にナミさん自身じゃないですからね。ブルックもエジソンもね、やられちゃってるわけですから。そうだ、ナミためらうな、目を閉じていい、ライテイド。
いくらあのナミがやってないとはいえ雷帝ですからね。実際めちゃめちゃエグ攻撃ですからね。ただこの雷帝も効いてないと。いやセラフィもやっぱ電気も効かないんだ。なんかねワンチャンその電気とかだったらそのいや生物兵器というかさ、あのグリーンブラッドとか搭載されてるんで、なんか例えばなんかショートとかさあるのかなとかもちょっと思ったんですけど、そういったこともないと。バチクソメリメリ強いじゃん。バチクソ強いね。セラフィもほんとエグいな。でブルックさんやられてませんでしたね。首取れんのがもうデフォルトですから。やっぱすごいなブルック。でナミさんピンチっていうところに来ました。このお方オーバード。あ俺国憲法第一条、ナミさんを怖がらせた HK、 俺国憲法第9条、ナミさんに悲鳴を上げさせた者にオンドレアストライク。どうだマジで顔顔サニーさん顔変です。すごいことになってます。マジでイワンコみたいになってるよね。オンドレアストライクってね、イワンコもこういう蹴りするじゃないですか。なんかもうオカマ憲法みたいになってますけども、でなんかもう俺国憲法第一条なんていうかかんちゃ死刑ってさ、やっぱりワポロ思い出しますよね。俺やっぱ最初読んだ時ワポロ思い出したもん。もう悪政王みたいになってますから、おもろいっすね。ただここでさ、皆さん気づきました、サンジの眉毛逆になってますね。サンジがね眉毛が6になってますね。これちょうどさ、この間の105巻の SBS でサンジの眉毛について判明したじゃないですか。ほんとタイムリーすぎません？ 105 巻でサンジ以外の兄弟はダブル6で6になってると、数字のね。で、サンジだけはまあ人間として生まれたので、逆巻き、6の逆なわけですよ。ただ今回、これもう、ぶち切れたことによって、6になってるんですよ。これつまりやっぱサンジは怒りで、このジェルマの血がスイッチ入るんですかね。鬼ヶ島の時に直接的なスイッチはやはりあのスーツを着たことによって、ジェルマの体が反応して、まあ一時的にね、まあパワーアップしたわけじゃないですか。だからサンジはこれから怒りでヒートアップして、スイッチが入ったらこの6になって、またイフリートジャンプできるんですかね。なんかそんな感じしますよね。だからやっぱサンジが怒りでヒートアップするってことが、ここでより繋がってきてるわけですよね、おそらく。で、より炎の耐性が多分強くなってってことですよね。いやー、これだからサンジの戦いが気になるのと、あとちょっと心配ですよね。ちょっとこのサンジの何、やっぱ心がね、あの失っちゃうんじゃないかどうかっていうのが、やっぱ当時鬼ヶ島の戦いの時すごい気になってたじゃないですか。で、しかもなんかめちゃめちゃ切れてるから、なんかちょっと何、非常な方というか、なんかそのジェルマよりになんないかどうかだけちょっと心配ですけど、まあでもサンジなら大丈夫っていうところね、もちろん信じつつちょっと今後見守りたいですよね。 SBS でもね見守りましょうって言ってましたからね、野田さん。でそして場面変わりまして、別のサイドですね。ウソップ、フランキー、リリス、ピタゴラス VS スネークですね。前回までにヨークは石にされちゃいましたもんね、メロメロメロで。で今回がねこのメンツで戦ってるわけなんですけど、ちょっとハンコックセラフィム強くない？メロメロ強すぎるよね。ちょっとこれはね心配ですよマジで。まず新たな情報来ましたね、バブルガン。このバブルガンただ弾くだけじゃなくて、なんと海のエネルギーを含んでると。これ強いやん。実際海楼石みたいなもんでしょ、海楼石シールドみたいなことでしょ、バインって。めっちゃ強くないこれ。能力者の影響を受けているセラフィムもこのバブルガンによって海のエネルギーが含まれていることによって一時力が失うと。これはだいぶでかいでしょ。でかつもう一個ね、そのセラフィムのグリーンブラッド情報来ましたね。グリーンブラッドは能力者のリスクごと供与されると。なので悪魔の実を直接食べたわけじゃないんですけれども、悪魔の実のパナミシア系の能力を擬似的に複製するこのグリーンブラッド、それを投与したセラフィムも海には弱くなるということですね。なので基本的にもう悪魔の実の複製系は全部海に弱いってことですよね。あの桃之助も濡れた時にもう力が入らないって言ってたんで、だからそもそも複製した悪魔の実の能力者も海には弱いで、かつセラフィムも弱いということが今回明らかになりました。でここも結構大事になってきそうですよね、今後この設定がね。でそんな中もう石化が一番恐れてたパターンだって。いやこれ麦わらの一味石化はこれ相当ピンチじゃないですか。どうすんのこれ。わらわ苦しいってね言われたらね、それはフランキーも力抜けるよね。うわすまんと頬をあからめてね、ハヒュームフェムルガッシャン石食らってんじゃん。でかつウソップリリスもメロメロメロ、やばくない？どうすんのこれ。105巻にねもうなってますけど、ハンコックがあの黒ひげと戦ってる時に言ってたんですよ、この能力はわらわの美しさあってこそ、わらわを殺せば部下どもは石のまま次の能力者には解除できる、こう言ってたわけですよね。つまりメロメロの能力で石化したら、石化した本人が能力を解かないと他のメロメロの能力者は石化解除できないわけですよね。つまりはこの今回石化させた S スネーク、このハンコック型のセラフィムにもう一度石化を解けと命令しないといけない状況ってことですよね。え、だってさ、でもただでさえここ今五老星が向かってるわけじゃないですか、サタン星が。だからサタン星がもうこのセラフィムの指揮権を持っちゃったらもう罪なわけですよね。もうフランキーとウソップは石のままサニー号乗せなきゃいけないわけでしょ。やばくない？もちろんベガバンクのリリスたちもねそうですけど、これは状況的にはめちゃめちゃまずいと思うんだよな。ちょっとなのでこのエクエット島内でこのセラフィムの命令権をこの麦わらの一味たちベガバンク側が得られるのかどうか、そこによってだいぶ持ち越しされますもんね。だって次の島行く時に石化ってえぐくない？そんなこと今までないしね。で次のページっす。
もうラストっす。これ何なんマジで。もう怖いよ。怖いんですけど。誰なんですか？早く名乗り出てください。シャカさん、撃たれました。怖すぎ、この撃たれ方。もう、撃たれ方、スナイパーのそれだもん。ドーンって、頭一発ドーンいってんもんな。まずね、このラボフェーズの地下が今回あるよってことが明らかになりまして。で、しかもそこは旧悪魔の実の研究室だったと。ちょっとここの部屋も気になるところですよね。当時どんな研究してたのかとか。旧ってどういうこととかね。なんで今そこ使ってないのとかね。悪魔の実ってだってベガパンクめちゃめちゃ研究してんじゃないのとかも、なんかその辺も気になるんですが、まあ一旦旧ね悪魔の実研究室がありました。でこの間までにサイファーポールが捕らえられていたって情報が明らかになってましたが、それはこの部屋だったと。でベガパンクのステラも同じくその空間にいますと。でこれよく見るとやはりサイファーポールのこの筒、これ筒って言っていいか分かんないけどとベガパンク入ってる筒は別ですね。でそこにシャカさんが来ましたと。でサイファーポールについて何も知らないわけですよね。でかつサイファーポールの人たちもこのシャカについて何も知らないので、やはりシャカは犯人じゃなさそうですよね。ステラここにいたんですねと。無事でよかった、すぐに行ってこう駆け寄るわけですが、おいシャカ誰と来た、えカチャドーンなんなのカツンカツンカツン、誰マジなんでこれ、何が起きてんのマジ、なんな、怖いんですけどマジ。いやこれでもういよいよシャカも犯人じゃないってことですよね、おそらく。もうこれベガパンクの中に犯人いなくね。でここでまあ分かってくるのがこの、まあ、銃を使うキャラですよね、この犯人の候補として。で銃を使うキャラ、狙撃手、もう分かんないんだけど。例えばこれがステューシーだったら、まあ飛ぶしがんね、バチとかもできるんで指が映るじゃないですか。でもそうじゃなくて銃使ってるんで、まあステューシーじゃない、まあステューシーは多分裏切りじゃなくてやっぱベガパンク側でいいのかなっていう気もしますし。でこのベガパンクのステラの誰と来たっていう質問に対してもちょっと気になるんですよね。どういうこと誰と来たって、後ろからカツンカツン聞こえたから、お前誰と来たって聞いてるんですかね。この誰と来たがなんか結構重要になってくるのかな。いよいよこうなってくると、そのベガパンクはみんな何かしら攻撃を受けてるんですよね。今回シャカ撃たれました。でリリスは石化されました。でエジソンは半分壊されました。でピタゴラスは攻撃受けました。ただ今頭部だけが今あんのかな。でアトラスに関してやられてないんですよね。ルッチに一回露光眼食らった後、特にこのセラフィム側からの攻撃を受けてないんですよね。でヨークも石化されました。でステラはここに閉じ込められてます。となるともうアトラスしか候補としてはいないんですよね、疑うならね。ただでもベガパンクの中にはいなそうなんだよな。まあアトラスを疑うんだとしたらこのセリフですよね。チョッパーとロビンと歩いてる時に、顔や姿は好きに変えられる、未来はそういうもんだぞって言ってたんですよね。なのでこの姿を変えてこの犯行に及んでいるパターンしかないのかな。だから次、来週以降このアトラスが描かれたらもういよいよわかんないですよね。いやでもそろそろ犯人出てくんのかなって気がするけどな、これを受けてね。いやでも来週あるからな、そこはまずね、ちょっと楽しみは楽しみなんですけど、来週はわかるかどうかもまだわかんないんで、一旦アトラスの情報欲しいですね。一旦アトラスが今どうなってんのか。ただセラフィムはもう今全部出てきてますもんね。だからアトラス、チョッパー、ロビンサイドだけ今回描かれてなくて、そこが今どうなってるのかわからない。プラスで、ジンベイとステューシーとサンジが一緒にいたんですけど、そのうちサンジだけが今回現れたんで、ステューシー、ジンベイの行方もちょっと気になるところですよね。ワンチャンまだステューシーも分かんないので行動的にね。なのでちょっとこの辺りまた明日ねしっかりちょっとまとめて、またこの最新話関連ね動画撮りますので、ぜひよかったらそっちも見たいぜって方ね、高評価お願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。はい、ぜひ今日もね皆さんのコメントお待ちしてます。バンバン書いてってください。ちょっと犯人誰な、いろいろこれなんじゃねあれなんじゃねっての書いてってください。お願いします。はい、次も見てください。明日も楽しみ、またね。もう最後怖すぎ、来週でもある、楽しみ、一緒に楽しみましょう。向いて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,